こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。潜水艦の位置や航路などは極秘事項。これは各国同様で誰もが知り得る話ではないのです。ですが、今回米海軍が原子力潜水艦の位置や航路を発表、イランを牽制しているのかとも取れる発表です。日本が行った黒潮潜水艦の位置や任務を発表したやり方でしょうか。15年も前から南シナ海での任務に日本の潜水艦はすでに行っていた。では、今回、この米海軍原潜の声明を詳しく見ていきますね。米軍も東西と問題を抱えているな。2020年12月21日、アメリカ大統領選で苦境に立つトランプ政権が中国、ロシアと並び、今回の選挙不正に関与したと名指ししている。イランに対し、新たな動きを見せたことが報じられた。これを実行したのはアメリカ海軍であり、発表によれば、同海軍の第5艦隊に所属している、オハイオ級原子力潜水艦4番艦のジョージアと複数の艦艇がホルムズ海峡を抜けてペルシャ湾に入ったという。この発表が注目を集めたのは、通常は攻撃型にせよ戦略型にせよ、その存在位置は秘匿されることが大原則であるはずの潜水艦の所在をあえて公表し、イランへの牽制行動に利用している点だろう。これを考慮すれば、アメリカがイランにはオハイオ級原子力潜水艦、ジョージアを攻撃する手段を放ないと見ていることは明らかで、いつでも一方的に攻撃可能だと示唆したとも言える。今回は、原子力潜水艦、ジョージア以外にも、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦の12番艦、フィリピンシーと、同27番艦、ポート、ロイヤルの2隻も、この行動を共に行っているという。これに先立つ12月20日、イラクのアメリカ大使館周辺へ、ロケット弾による攻撃が発生しており、アメリカ人への被害はなかったものの、少なくとも1名が死亡する状況が発生していた。これをトランプ政権はイラン政府が関与した攻撃だと見さす見解を12月23日に発表しており、続けての攻撃を抑止する意図もあってジョージアや巡洋艦を展開したと見られている。さらに遡れば、12月16日、17日の両日にアメリカ海軍は、サウジアラビア空軍、海軍との合同演習をアラビア海において、実施しており、アメリカの中東への現在の政策、姿勢を示した直後だった。これまで、中東で四面楚歌状態にあったイスラエルと和解する国が、出現する一方で、アメリカが、かつて、イラクの大量破壊兵器保有を理由に、戦争を行ったように、イランが核をめぐり、標的にされている。こうしたアメリカやイスラエルの動きに対し、少なからぬ反感を、イラク政府やアラブ系の過激派組織が抱いているであるのは、無理からぬことであり、すんなりとアメリカの思惑通りにはいかないだろう。政治スタンス的にバイデンよりイスラエルにより近いと考えられている。トランプ政権に対し、その交代を
ヴィランなどの反米派が好機と見ていることは間違いなく、今後も対立が激化する可能性が高い。さて、今回の原子力潜水艦ジョージアの行動がある主逆説的な象徴にも思えるのは、もともとは同艦がオハイオ級原子力潜水艦として核弾頭の運用が可能な戦略型原子力潜水艦だった経緯があるからだろうか。全体総数で18隻が建造されたオハイオ級原子力潜水艦は、空の戦略爆撃機、陸の大陸間弾道弾に並ぶ海からの攻撃が可能なアメリカの核兵器戦略を支える重要な柱の一角を占めていた。しかし、1981年から就役を始めたオハイオ級原子力潜水艦は、旧ソ連の崩壊による冷戦構造の終焉、そして後継国家ロシアとの第二次戦略兵器削減条約締結によって核兵器運用を一部の艦で改めることになった。そこで1番艦オハイオから4番艦ジョージアまでの4隻は24機備えていた弾道ミサイルの発射塔中、22機をトマホーク巡航ミサイル用に回収、残り2機を特殊部隊用のチャンバーに換装を行った。これにより、ジョージアら4隻の原子力潜水艦は、巡航ミサイル潜水艦という新たな用途を与えられ、主兵装となったトマホーク巡航ミサイルを1機7発、22機最大では154発を搭載する対地攻撃能力を得た。この改修によりジョージアらが得たトマホーク巡航ミサイル154発搭載というキャパシティは、今回同行したタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の最大122発を軽く上回り、史上最も強力な対地攻撃能力と言える。そもそもイージス艦であるタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、空母打撃群の防空任務を担うために艦対空ミサイルの搭載が主となり、そうした状況下ではトマホークの搭載数は最大でも20発程度となってしまう。これだけの打撃力を持つジョージアの排除は、事実上イランの装備する兵器では困難であり、アメリカの目的はイランだけでなく同じく中東のイエメンの状況を見据えた展開であるとも言えそうだ。トマホーク巡航ミサイルは、こうしてジョージアらの潜水艦の主兵装となっているが、1991年の湾岸戦争で初の実戦投入を経てユーゴスラビア、アフガニスタン、イラク、リビアなどで使用されてきた。こうした豊富な実戦経験と戦果から、カタログスペックではなく実運用上で有用性が認められた数少ない巡航ミサイルの一つであり、現在もアメリカ海軍の多数の艦艇に実装されている。アメリカ海軍以外でもトマホーク巡航ミサイルは、1995年にはイギリス海軍の攻撃型潜水艦での使用が認められ、2004年には最新型のブロック4型も同海軍への売却、輸出が実施されている。